お願いします。西尾です。私はですね、今日脳が作り出す世界というタイトルでお話しさせていただくんですけど、まあ、神経科学、一応専門は神経科学ということで、まあ、神経科学者にとっては、まあ、世界というのは脳が作り出してるんだっていうのは、まあ、常識だと思うんですが、まあ、それは世間一般のこうみんながそう思ってくれてるかっていうとそうでもないんじゃないかなと思うので、まあ、今日講演が終わる頃には、まあ、確かにそういうかもなって思ってもらえればいいなと思ってお話しさせていただきたいと思います。こちらの絵ちょっと描いてみたんですけど、これ一応脳の形を模しておりまして、星空を重ねてみました。というのもですね、まあ、脳は小宇宙だと言われることがあるんです。っていうのは、まあ、宇宙ぐらい複雑で分かってないことが多いと。でその小宇宙に魅せられてですね、世界中の研究者がこう脳の研究を行ってます。まあ、今日はその一端をご紹介していきたいなと思います。さて、私生理学研究所から参りました。生理学研究所どこにあるかご存知ですかね。元気館がここにあって、東岡崎駅があってですね、まあ、2カ所あるんですけど、妙大寺地区と山手地区があります。私この妙大寺地区にいるんですが、こう坂を駅の南の坂を登ってもらうと、まあ、こんな愛教大の跡地ですね、まあ、こんな建物があって、この中に生理学研究所があります。さあ、宣伝というか、生理学研究所、略して生理研にはですね、公式キャラクターの脳くんというものがおります。ちょいちょいこの私の講演で出てくるので覚えていただければと思います。顔が脳の形になっていましてですね、体がどうやらこう神経細胞っぽいです。で5歳の男の子という設定になっております。さて、生理学研究所、何をしている研究所かといいますと、まあ、そのまま生理学について研究している場所です。生理学ってどんな学問か皆さんイメージつきますかね。生理学とは性の断りについての学問っていうと、まあちょっとかっこいいですよね。生命とは何ぞや、体とは何ぞや、人間とは何だという学問ですが、まあそう言ってもちょっとイメージつかないと思うんですけど、まあ、実は私たちにとってすごく身近な学問で、例えばですね、なんで筋肉って伸び縮みするんだろうかとか、なんで見ただけで色が分かるんだろうかとか、なんで触ったら、もしくは見ただけでも温度が感じることができるんだろうか、なんで心臓って動いてるんだろう。心臓の細胞っていうのは実は生まれてから死ぬまで、まあ、ほぼ100年ぐらい生まれ変わらずに同じ細胞が動き続けると言われています。どうしてそんな長い間一つの細胞が動き続けられるんだろうかとか、まあ、いろんな疑問があるわけです。どれもですね、私たちにとって非常に身近で、まあ、当然体についての学問なので私たちには切り離せない、まあ、身近なところに生理学のなぜがたくさんあります。まあ、こんな中で私の疑問、私はですね、なんで物は見えるんだろうかということを、まあ、高校生の頃に疑問に持ちました。で、まあ、こういう道に来たわけですが、なんでこうリンゴを見た時に、ああリンゴだって分かるんだろう、赤い色って分かるんだろうというのが不思議になってしまいまして、私が見て赤だって感じた赤は他の人の見てる赤と本当に一緒なのかなって、それって証明できないんじゃないかなと疑問に思いました。なんでそんなことを思うかの方が不思議かもしれないんですが、ちょっと極端な話をしますね。極端な話をすると、昆虫と人間だと見てる世界が違うんです。まあ、これは確実に違うと思います。例えばこれ私たちに見慣れた花ですよね。黄色い花が綺麗だなと思うわけです。でもこれを紫外線をの反射率をですね、映せるカメラで撮ると、実はこんな風に紫外線の反射率が違うんですね。で昆虫は紫外線を見ることができます。なので多分昆虫はちゃんと蜜のあるところがこう色が変わってるわけですから、この紫外線の反射率の違いを見て蜜を吸いに中央の風にあたりにですね、シューッとこう寄っていって蜜を吸ってるんだと思います。あ、ちなみにですね、後で刈谷高校のワークショップの時に、これ紫外線ですけど、赤外線を見てみようっていうワークショップがあるらしいので、そちらもお楽しみください。でですね、まあ、言いたいことは、私にとっては、まあ、黄色一色に見えてた花が見方を変えれば全然違う見方ができるじゃないかと。それって結構私にとっては衝撃だったのです。で今の話はちょっと極端だけど、じゃあ人間同士なら同じ細胞、同じ
まあ、あの目を持った人間同士だったら同じものって本当に同じに見えるのかなというのを試してみましょう。はい、これ見たことある人どのぐらいいますか。これ結構有名な、3年ぐらい前に流行りました。あんまり多くない。本当に本当に、なんとなく年代があれですね、見たことある年代がやっぱり SNS 年代ですね。ですね、この画像は皆さんどういうふうに見えますかね。このドレス、人によって見方が変わるドレスとして有名です。青いドレスに黒っぽい茶色っぽい線が入ってるっていうふうに見える人と、白っぽいドレスに金色もしくは茶色っぽい線が入ってるっていうふうに見える人、2種類大きく分けて分かれると思います。ですね、青黒に見える人、ほう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 、で一回下げてください。白茶白金に見える人、あ結構多いですね。まあちょっと操作しましたけど、あよかったよかった、そうですか、なるほど、あれなんかいい反応ですね、ありがとうございますですね、いいですかまあこの、まあ、なんで違うように見えるかっていう話は、ちょっと視覚について少し知識を入れてもらわないと話せないので、もうちょっと後に後半に解説しますけど、まあ、要は人間同士であっても全く同じ画像を見ても実は全然違うように見えるってことはあるわけです。これは結構不思議だなと思いませんか。私はとてもこういうの大好きで、もう視覚研究者はもうこれみんな感動してました。というわけで、私の見ている世界っていうのはあなたの見ている世界とは違うかもしれません。じゃあまず何でものは見えるのっていう疑問に立ち返って考えていきたいと思います。何でものは見えるんだろう、目があるからかな。ちょっとこれ若い子、ちっちゃい子知らん、知ってる、あよかった、目玉の親父さんね、鬼太郎さんのお父さん、そう、目が、一応目の象徴としてこの後何度か出てきます。で、目があるから見えるんでしょうか。目があるとなんで見えるのかな。目を、物を見た時、その画像ですね、その絵が目の奥の方に投射されます。ちなみに、まあここ目のレンズで屈折して、まあ逆さまに映るんですけど、ちなみにこれもですね、まあ、屈折や投影の話を岡崎高校のワークショップでしてくれるらしいので、まあ、詳しくはそちらを見て楽しんでください。さて、そう、目の奥に何があるかと言いますと、網膜と呼ばれる薄い膜があります。見たものは、そう、網膜に映るんです。網膜は、には何があるかと言いますと、こういうふうに大量に、片目だけで1億個と言われています、視細胞が大量に存在しています。この視細胞、見るための細胞と書きます。視細胞が光を感じることができるんです。これさらに拡大しますと、まあ、こんな感じで、視細胞って、まあ、光に反応する細胞ですけど、大きく分けて2つ、います、2種類います。暗いところで働く感体細胞と、明るいところで働く錐体細胞、まあ、ある程度中学生ぐらいからは聞いたことあるかなと思います。で、この2つの細胞で光を感じて、まあ、それがこう複雑なネットワークを経てですね、こう視神経、見るための神経と呼ばれるものに送られます。あ、これちょっと網膜上でこういう配置になってますよ。網膜のこう奥の方に視細胞があって、こう手前の方に視神経があるわけですね。で、この視神経はですね、実は一箇所に集まって目の外に出ていきます。そして脳へ送られます。ここでね、一つ問題があります。何かと言いますと、この視神経、非常に100万本ぐらいと言われてるんですけど、その100万本が一箇所に集まって出ていくんですね。どうなるかっていうと、非常に太い束になるんです。で、その場所はもう太すぎてですね、その場所に視細胞が入る隙間がありませんということは、ここには視細胞がありません。これどういうことか分かりますかね。視細胞がないということは光を感じられないんです。これがですね、いわゆる盲点です。皆さん盲点は聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、私たちには見えない場所があると、まあ、そのこれ網膜を正面から見た模式図なんですけど、青、水色で感体細胞を示してて、赤色で錐体細胞、明るいところで働く錐体細胞は真ん中の方に送って、感体細胞は周りの方に比較的多いです。
でまあどっち全体を見ても2種類合わせて見てもやっぱり中心の方に細胞って多くって周辺の方は少なめになってます。これちなみに私が頑張って手で書いたんで本当はもっといっぱいいます。ちょっと減ってますけど本当はもう書ききれないぐらいいっぱいいますよ。なので私たち中心のものってよく見えるけど周辺って結構適当にしかものを見えないっていうのは経験的に分かるかなと思うんですけど、まあ、それはこういう視細胞が少ないから情報があんまりなんていうかな大雑把にしか処理できてないんです。さあここで盲点あってここには視細胞がいません。ではですね盲点を探してみましょう。でお渡ししてる紙ではなくてちょっといいですか。まずですねこう人差し指を2本両手で出してもらいましてで、まあ、ちょうどこのぐらいで大丈夫です。で両方こうしといてください、ね、私マイクあるからこうしますけど。で、右目をつむってですね右目をつむって右の人差し指の爪を見てください。で左の指をこう左右にゆっくりやると左の人差し指の爪が見えなくなる瞬間がないですか。あったある。やったあります。大丈夫盲点確認できました。まあなんか見えないなっていう人はちょっと前後左右に動かすとどっかに絶対あります。人間であれば必ず盲点はあります。まあ、左右逆転しても同じことが起こると思います。大丈夫かな。大丈夫ですか。見えた人、あ、違う盲点を見つけられた人、はい大丈夫、あ、いい感じですね。というわけでですね私たち普段でも盲点って意識せずに済んでると思います。で今盲点探してもらって分かったと思うんですけど盲点だからといって黒い点になってるわけでもなくって白い穴で抜けてるわけでもない、なんかぼやっと見えなくなってると思います。でそれはなんでだろうっていうのをお配りしてる、あ、違うな、あ、まあいいや、お配りしてる岡左衛門の、紙で見てもらいたいと思います。今のと同じ要領です。お前に出してもらって、右目をつむってつむるかこう手で隠すかしてですね、十字を見てください。でゆっくり前後にすると岡左衛門が見えなくなる瞬間が、岡左衛門見えなくなりましたかね。大丈夫ですか。いける。みんな黄色い丸に見えましたか。黄色い丸に見えた人、おー、ありがとうございます。素晴らしい、こう見えたと。ありがとうございます。じゃあちょっと簡単に説明しましょう。ですね、岡左衛門さん盲点のところにすっぽり入ってしまったわけですね。そうすると岡左衛門の情報は、まあ、盲点には視細胞がないので入ってきません。岡左衛門の情報は見えないと。でも穴を開けたくはないと。何どうしようかという時にですね周りの情報を使うんですね。今だと、まあ、黄色一色ですよね。周りが黄色一色でその中身が岡左衛門である確率なんてほぼほぼないわけです。大体の場合は周りが黄色であれば中身も黄色というわけでですね周りの情報を使って盲点の中身をこんな風に塗りつぶしてしまいます。これはですねつまり足りない情報を脳が周りの情報を使って補ってくれているのです。今はまあちょっと黄色一色でやったんですけど、ああすいません、これちょっと難しい言葉で言うと脳の充填近くと言います。充填ってちょっと難しい感じですけど、脳博士になりたい人は覚えておいてください。で黄色一色でやりましたけど実はこういう格子柄にしても、まあ、こういう風に見えるし、こう途切れた線に岡左衛門がいても盲点に入ってしまえばその周りの情報でつないでくれるのでこういう一本線に見えます。まあ、ちょっとこれ見たいなっていう人は一応紙持ってきてるんで終わってから来てくれればお見せします。というわけで、まあ、大事なのはですね脳が周りの情報を使って補ってくれているというポイントです。というわけで見るためにはですね目玉親父さんだけではなくて脳君も必要と、目と脳両方が必要だということを一応知っておいてください。で脳について簡単にお話ししていきたいと思います。脳って何でしょうかと
言いますと、まあ、いっぱいあるんです。脳といっても学習や運動を司っている小脳から、まあ、意識や睡眠体温調節を行っている脳幹、まあ、それに肝脳や基底核もあります。で、まあ、今日はこの大脳、一番この、まあ、大脳って聞いたことありますかね。大脳に注目してお話していきたいと思います。大脳というのは人において最も大きく発達したので、運動、思考、記憶、視聴、触覚もですね、などさまざまな働きに関わってます。これはですね、今のこれ人の脳の絵ですけど、こっちお猿さんの脳のスライスになってまして、こう脳をこっちの方向に輪切りにしたスライスになっています。で、特殊な染料で染めているので紫色になっています。で、こう濃い紫色が外側にこう膜をウニュニュニッと膜になっているのが分かると思うんですけど、これが大脳皮質と呼ばれるものです。ここなんでこういう濃い紫になっているかと言いますとですね、これ拡大した絵ですけど、こう点々点々がいっぱいあるんです。この点々一つ一つが神経細胞です。大脳皮質には神経細胞びっしり並んでいまして、1ミリ、あ、これ場所によってまあ数は変わるんですけど、1立方ミリメーターに10万個と言われています。これさらに拡大すると、これちょっと別の染め方ですが、まあ、こんな形をしています。神経細胞というのはこうぷっくりしててウニョウニョウニョっと伸びてて、これはですね、この神経細胞、なんと人の大脳で約150億個の神経細胞があると言われています。皆さん世界の人口今どのぐらいかご存知ですか？76億人です。こう世界にいる人よりも、人の数よりも私たちの頭の中にいる神経細胞の数の方がずっと多くて、でもしかしたら私たちの作っている世界よりももっと複雑なネットワークを頭の中に形成しているかもしれません。あ、ここでですね、見えるかな、見てた、これは生きてる動物の脳を見ること、中身を見ることができる機械が生理学研究所にあるんですけど、それで撮影した3次元的な神経細胞同士のつながりです。上の方が脳の浅いところ、下の方が脳の深いところになってます。こう見てもらうと、まあ、神経細胞同士が複雑に絡み合っているのが分かると思います。これはネズミさんの脳です。の一部を一部です、まあ、こんな技術もあります。さて、神経細胞について簡単にお話ししたいと思います。神経細胞というのはですね、神経核からなる細胞体とか、前の神経細胞から情報を受け取る樹状突起、まあ、木のような、まあ、枝のようなところですね、突起と呼ばれるところから情報をこう流していくケーブルのような軸索というところと、次の神経細胞、まあ、ニューロンとも言うんですけど、ニューロンに情報を受け渡すシナプスという場所があります。ちなみに脳くん登場しました。脳くんの体をよく見てもらうとですね、まあ、顔は脳なんですけど、どうやらこのお腹のポッチは神経核なんじゃないかと、お手手はどうやら樹状突起で、足はシナプスになってるんじゃないかと私は思っています。私これ作った人じゃないので何とも言えないんですが、まあ、多分そうだと思います。より可愛く見えてこないですかね。さあ、まあ、脳くんを置いといて、神経細胞、ここで重要なことが一つあって、神経細胞は電気で情報を伝えています。まあ、といっても、こう樹状突起、こう情報を受け取るところとシナプスで情報を受け渡すところは、神経伝達物質と呼ばれる、まあ、化学反応で情報を伝えていくんですけど、この軸索、ここでは電気信号で情報を伝えています。ということはですね、この神経細胞が活動しているかどうかっていうのは、こう電気活動を見れば分かるわけです。こう 電流が流れたなっていうのを測れば、神経細胞が活動しているかっていうのが分かります。というわけで、ちょっと神経細胞の活動の調べ方というちょっとマニアックな話をしたいと思うんですが、神経細胞の活動しているかどうかの調べ方って、まあ、ものすごいいっぱい方法あるんですけど、かなり昔から使われていて比較的シンプルで、今現在もなお使われている方法です。これは、これ神経細胞にですね、細い電極を近づけていきます。すると、
神経細胞が電気を発生しました。これちなみに活動電位スパイクと思います。多分私この後スパイクって言っていくと思います。でこれ分かりやすいグラフを書くときにはですね、これ時間がこっちからこっちに流れてるとして、電気発生したなと思ったらここにまず1本線を書きます。で2回活動したなって2本線を書きます。こういう感じでいっぱい線を書いていくとですね、こういう線が書けます。するとですね、ここの辺はあんまり活動してないけど、この辺はいっぱい活動したなっていうのが分かるわけです。するとですね、この時間に何があったかを調べてやれば、この細胞が何に活動してるかっていうのが分かります。そういうふうにして神経活動を調べてます。ここでですね、一回ちょっとこのスパイクというものを見てもらおうかなと思います。音をパチパチって、これ今のスパイクいっぱい音聞こえますかね。こんな感じでリアルタイムに神経細胞が活動しているかどうかっていうのを調べることができます。こんな感じで実験をしております。さてですね、なんでそんなに神経細胞のことを調べたいんだ君はという思われるかなと思うんですけど、理由がありましてとっても大事なんです。それを皆さんにちょっと体感していただきたいんですが、皆さんちょっとこの十字をですね、目を動かさずに見てください。目動いてませんか？絶対動いてませんか？すいません、私今すごく意地悪なことを言ってるんですが、実はですね、目は動かさないのは無理なんです。どんなに目を動かさないしてないつもりでも、実はあなた皆さんの目は動いてます。それをですね、それはもう意識で止めようと思っても止めれるものではなくて、ものすごく小さな動きです。これを腰微動と言います。硬く見ている時のかすかな動きですね。なんで動くかなと言いますと、目を動かさないと私たち物が見えなくなります。といってもピンとこないかもしれませんが、もし目を動かさないとどういうことが起こるかと言いますと、さっきのリンゴの絵ですね。リンゴを見ている時、ここに投射します。そして網膜上の視細胞が活動します。で、同じ神経細胞に同じ入力がずっと続いた場合どうなるかと言いますと、最初はすごく活動するんですけど、そのうち神経細胞って活動しなくなってきます。そうするとどうなるかと言いますと、神経細胞が反応しなければ物は見えなくなります。これはそれを簡単に納得できる人はそうそういないかもしれないんですが、実は大昔にも1950年代とかに、特殊な機械を使って、ちょっとすごいなと思うんですけど、コンタクトレンズをね、特殊なコンタクトレンズをつけて、その先に棒をつけてですね、その先にさらにスクリーンをつけて、こう網膜上は像が動かないっていう実験をした人がいるんですよ。私は絶対やりたくないんですけど、そうするとどんなスクリーンに何が映っていても決して見えなくなるっていう報告があります。なので、これは間違いなく事実なんですが、でも自分たちでも体感したいですよね。で、そう本当かなと思うと思うんです。でもそういう機会もないし、麻酔して腰微動を抑えるわけにもいかないので、今日はですね、中心目の前のもう中心視は消せないんですけど、周辺であればさっき言ったように、情報が処理がちょっと適当になっているので、周辺のものぐらいなら多少消すことができると思います。こちらを見てください。この十字をずっとなるべく動かさないように頑張ってみてください。で、緑には見えると思うんですけど、それは置いといてですね、動いてる緑以外のピンクの点が消えました。よかった。で、目を動かしたらすぐに出てくると思います。それは別の神経細胞が刺激されるので出てきます。でもなるべく目を動かさずに、消えた。いけましたかね。消えた人、おー素晴らしい、もう最高ですね、ありがとうよかった。そう、なるべく同じ神経細胞に、少しは動いてしまうんだけども、似たような情報が入ればこのように消すことができます。つまり、これで何が言いたかったかというと、
こことっても大切です。私たちのは物を目の前にあるから見えてるわけではなくて、そのものがに対して神経細胞が活動してるから見えてるんです。これとっても重要です。はい、というわけで私たちは神経細胞の活動を調べるのが大好きなのです。ではこの神経細胞たちが脳内でじゃあどういうふうにどういう場所でどういう働きをしているかっていうのを見ていきたいと思います。先ほど言ったまず網膜に入った情報は外側質状態と呼ばれるところに一度経由して初期視覚や見るための場所の最初の場所に送られます。その後ですね、さらに後次視覚やっていうところに送られるんですけど、その時に二手に分かれます。頭のてっぺんの方はちょっと見にくかったかな、ウェア経路、どこ経路とも言います。これはそのものが一体どこにあるのかに関する情報、動きとか方向、奥行きに関する情報が処理されています。一方でこの下の方ですね、こっちはファット経路、何経路と呼ばれます。そのものが何であるか、どんなものであるかに関する情報、形や色、明るさ、顔に関する情報なんかが、この辺りでに送られます。さて、じゃあこういう場所がですね、病気とか怪我とかで使えなくなったらどうなるかと言いますと、このファット経路がダメージを受けた場合、この2つのもの、今形も色も全然違う2つのものですけど、この2つが区別できなくなります。一方でこの上の方ですね、フェア経路がダメージを受けると、このなんかお茶の箱みたいなやつが右にあるのか左にあるのか、どこにあるか全然分からなくなります。まあ、こういうことが起こります。まあ、つまりこう脳は別々の場所で、まあ別々の情報について処理しているということです。さらにこのファット経路の中でも実はより細かく仕事は分かれてまして、これあすいません、こっち今猿の脳だったんですけど、これ人の脳の絵ですね、混在してます、すいません。このファット経路の中でも後ろの方にダメージを受けるか前の方にダメージを受けるかで症状が変わってきます。これはですね、多分脳梗塞だったかなの患者さんなんですけど、こうまずこういう見本を見せます。丸とか四角、ダイヤモンド3、4という絵を見せて、これと同じ絵を描いてくださいってお願いするんです。そうすると、まあ、こういうふうに、まあ、同じとは言えないような、でもなんか細かいところを見ると確かに丸を描きたそうな感じ、3をもうなんかこういうカーブはあるし、4も日本線からはなってるんだけど、あの舌切れてますね、すいません。あのそう、部分部分はどうやら見えてるようなんだけど、それをこう一つに統合できないというような症状が出ます。ただこの患者さんはですね、じゃあこれは何ですかって聞くと、丸です、四角です、ダイヤモンドです、3、4ですとあのはっきり答えられて、このものが何であるかっていうのは分かっていらっしゃいます。一方でこのより前の方にダメージを受けた患者さんは非常に複雑な、こんな絵私よりずっと上手だと思うんですけど、このこうかなり正確に綺麗に描くことができます。こんなに綺麗に描けているにもかかわらず、これは何ですかって聞くと答えられないんです。つまり形のは分かっている、でもそのものに物体を何であるかっていうことを解釈したり、物体に意味を与えるっていうことができなくなる、まあ、つまりそれぞれの部位がまあそういう働きをしているということが分かります。つまり脳のいろんな場所でいろんな別々の仕事をしている、まあ、ちょっと難しい言葉で書いちゃいましたね、まあ脳の極材化とも言うんですけども、まあ、分業制で脳は働いているということです。さあ次はですね、もうちょっと細かい話になっていきまして、じゃあ色がどうやって見えるかっていう話をしていきたいと思います。同じ流れでしていきたいと思います。これは何色ですかって聞くと、これ錯視ではないので安心してください、あの赤です。簡単にわかるんですけど、実はまあ道のりが結構長くてですね、最初に見たように網膜にまず投射されますね。網膜でさっき明るいところで働く錐体細胞がいるよっていう話したんですけど、その錐体細胞を3種類に分かれます。S 錐体、 M 錐体、 L 錐体って呼ばれるんですけど、 S 錐体っていうのは主に青色によく反応する細胞、 M 錐体っていうのは緑色によく反応する細胞、 L 錐体っていうのは黄緑から赤にかけてよく反応する細胞です。でこの3つの細胞が、色に対して反応するんですけど、
その次の段階に行くとですね、外側出動体初期視覚野に行くと見えないですね、ごめんなさい、この3種類の細胞の足し算と引き算で色の情報が、処理されてます。例えばこっちの軸は L-M、 つまり赤-緑が計算されていて、こっちの軸は S-、まあ、これ青-まあ、これですね、赤と緑足したやつ、これってつまり青緑反対色細胞と赤黄色反対色細胞です。反対色って聞いたことあるかもしれませんね。こういう例えば赤緑反対色細胞っていうのは赤色に強く反応するけど緑色が出たら抑制する、逆に緑色に強く反応するやつは赤を抑制するっていうタイプ、働きをする細胞です。で、今ちょっと余談をしますけど、今関係ない話しますよ。反対色って実は私たちの生活にいっぱいあるんです。絵画とかでも山ほどあるんですけど、まあ、絶対皆さんが一度は見たことあるものをお見せしたいと思います。まあ、それがこれ、非常口のピクトグラムさん、見たことありますよね。多分この部屋にもいますね。ここにいます、いっぱいいます、3人いる。そう、このピクト君、まあ、非常口の標識ですけど、なんで緑かなって思ったことありませんか。これ非常事態ですよね。これを必要とするときは災害時に出口が分かるようなための標識なので、まあ、緊急事態の標識なんですが、まあ、ちょっと緊急感が緑ではないんではないかと、赤の方が緊急感が出るやんかと思うんですけど、赤じゃダメな理由があります。それはですね、まあ、この標識がどういう状況を想定して作られているかを考えれば分かるんですけど、実はこの標識、火事を想定して作っています。つまり辺り一面赤色に染まった時に赤い標識じゃ見えにくいわけです。反対色の緑だととても見えやすい。それにこう赤緑反対色細胞のことを考えるとですね、赤色が疲弊してしまった時により簡単に活動が大きくなるのは緑です、という、特性を利用して、まあ、緑色の標識を作っています。結構皆さんの周りでも探してもらったら、まあ、こういう人間の特性を使ったようなデザインっていうのはいっぱいあると思いますので、探してもらうと面白いかもしれません。さらに余談ですけど、私たち生理学研究所、まあ、寄生研も分子研もですけど、共通して岡崎カンファレンスセンターというのを持ってまして、会議場ですね、ここ実は災害時に帰宅困難者が泊まれる場所ともなっていますので、災害時にはこちらへどうぞ。岡崎高校の裏です。はい、話を戻しましょう。じゃあ足し算引き算でここまで来ました。その後はですね、ちょっと計算式で表せなくなってきます。工事四角屋というところに送られて、より複雑な色の表現がされます。さっきは赤とか緑に反応するものだけだったんだけど、もっと微妙なピンクとか紫に反応するものも出てきます。それにですね、じゃあここでですね、さっきすごい綺麗な神経細胞の反応を見てもらって分かりやすいなって思ってもらったか分かんないんですけど、ちょっとこれは分かりにくいかもしれません。これ実際の実験はこんな感じです。ノイズがちょっと大きいんですが、ノイズの奥にですね、パチパチパチってこう大きく反応してる、これノイズで、こうパチパチって大きくなってるのがスパイクです。で、この画像に対する反応、今すごい反応したの聞こえました。この画像に対する反応がここに出てます。まあ、何色によく反応してるかっていうのを、こんな反応しましたね。あんまり反応しませんね。今結構反応したの分かります？分かんないかもしれません。まあ、分かるようになったら立派な神経学者ということで、この実験結構修行が必要なんです。訓練と経験が必要な実験にはなるので、まあ、すごく分かりやすいものではないと思うんですけど、まあ、実際はこんな感じで実験してます。で、話を戻ってきました。色の話、どうして違う色に見えたんでしょうかという話です。変わってないですかね、さっきと見え方は。実はですね、まあ、この
青いドレスに黒っぽい線が見えた人と白いドレスに黄色っぽい線が見えた人2種類いました。何が違うかと言いますと、青いドレスに赤い明るい光が当たってると思った人は青黒に見えて、このドレスには影がかかってるんだと思った人は白いドレスに見える、そういうことになってます。ですね、実際こことここは同じ色なんですよ。まあ、ちょっと分かりにくいんで隠すと同じ色ですよね。同じ色なんだけど、まあ、ここに明るい光が当たってると思った人は青黒、影になってると思った人は白いドレスに見えました。これ実際の画像を見てみると、まあ、ここがかなり白飛びしてます。後ろ逆光になってるなって誰が見ても分かります。逆光になってるってことはこのドレスは影になってるんじゃないかと思った人は白金に見えて、いやまあ後ろからも光が当たってるけどちゃんと前からも照明が当たってるよって思った人は青黒に見えるはずです。というわけでですね、全く同じ画像を見ても見え方が変わった理由としてはですね、その自分の持ってる過程ですね、どんな色を持ってるかと思うか、どんな光が当たってるかと思うかでどんな色に見えるかが違ってきたということです。納得してもらえましたかね。まあ、自分の持ってる照明光への思い込みが人によって違うということですね。で、同じようなシチュエーションでですね、光の加減によって色の見え方が変わってくる例をですねお見せしたいと思うんですが、この錯視見たことある人、同じぐらいかな、さっきと。ありがとうございます。まあ、整理券の一般公開とか来てもらうと対応されてるんですけど、ですね、この作詞は本当に美しくって完成された作詞だと思います。ですね、どういう作詞かと説明しますと、ここの茶色ありますよね、この茶色と同じ色をこの面から見つけてください。まあ、ここに茶色あってここに茶色ありますけど、これじゃなくてこの面にこの茶色と同じ色があるかないか、ないように思いますよね。答え言ってもいい？どこかな、どこかな、答え言ってもいいですか？ここでした。いや、まあ、見えないですよね。見えないと思うんです。というわけでですね、お願いしてもいいですか？ちょっとですね、私アナログ人間なものであげます。せーの、よいしょよいしょよいしょ。デジタルだと信じてもらえないかもしれない。あ、これこうやってこうやって電気つけてもらって、ですね、ちょっと私アナログ好きなのでアナログで出してきました。これ同じ茶色のパッチが2つありますよね。同じ色、絶対同じ色ですよね。で、ここの茶色です。同じ色です。こっちにも貼ってみます。同じ、いい反応ありがとうございます。一応念のためにひっくり返しますよ。こっちをこっちに貼って、こっちを、おー、よかった、わーいわーい。ですね、大丈夫ですか？イカ様ではないという、あ、こっちの人見えたかな、大丈夫、見にくかったですか、大丈夫かな、これね、あ、落ちた落ちた落ちた、あ、大丈夫ですよ。こうと OK ですかね。はい、もう貼っときますね。同じ色というわけでですね、一応簡単に解説をしますと、電気消してもらってもいいですか、お前。ありがとうございます。ですね、さっきと一緒で、影の問題です。光がこっちから当たってますよね。で、ここ影になってます。非常に暗くなってます。影が当たってるってことは、暗くなってる、ここって、すごい暗い赤なんだけど、それは単に影に入ってるからで、こっちの面で見ればすごい明るい赤です。黄色も一緒、ここで見ると暗いけど、こっちで見れば明るいわけです。つまりここの面でこのぐらい明るい黄色なんだから、本当はこっちの面で見たらもっともっと明るい色なんじゃないかと思うわけです。意味わかりますか？大丈夫？物理的にはこれとこれは同じ色です。同じ明るさ、あれ持ってくればよかった、
なんだけど、つまりまあ影の分を勝手に引き算してもっと明るいんじゃない、影の中にあってこれだけの色なんだから本当はもっと明るい色だよねって、思うということです。大丈夫かな、理解してもらえたかな。まあなので物理的に正しいかどうか、同じ色かどうかを見てるんではなくて、まあ、照明ですね、影かどうか、周りの色との兼ね合いで私たちは色とか明るさを見ているということです。これをですね、まあ、私たちはそう世界をそのまま見てるわけではないんです。物理的に正しいかよりも周囲との兼ね合いで見てます。なんでそういうことをするのかなって、まあ、よくなんかトリックアートとかで騙されたって言うけど、それは果たしてこう悪いことではなくて、まあ、とってもすごい能力なんですっていうのを説明したいんですが、例えばですね、太陽の下で お昼間明るい光、まあ、蛍光灯でもいいですけど、赤リンゴと青リンゴを見ました。時間が経って夕暮れ時になって夕焼けに染まる青リンゴを見ました、まあ、これもしてますけど、まあ、これ見てもらうとですね、赤リンゴと青リンゴに赤いフィルターがかかってるって見えるわけです、まあ、夕焼けも一緒で赤リンゴと青リンゴにが夕焼けに染まってると思うわけです。なんだけど実はここの色を取り出してみると、実は完全にこの青リンゴが赤リンゴです。わかります？赤く見えますよね。赤リンゴ、これとこれ同じ色ですからね。つまり私たちはこう照明によらず、たとえ太陽のお昼間でも夕方でも照明によらずに物体そのものの色を知ることができるんです。これってすごい能力だと思いませんか？機械で測ったら 赤リンゴになっちゃうんです、この青リンゴは。でもそう、昼間青リンゴだったものが夕方赤リンゴになったら私たち困りますよね。でそういうことは起こらないようにちゃんと照明の分を引き算してくれています。これをですね、色の恒常性と言います。これよく出てくるかな、どうだろう。この色の恒常性には、光子視覚や、さっき言った光子視覚やの神経細胞が関わっているというのが分かってます。これ V4 って書きましたけど、 V っていうのはビジュアルエリアの V です。ビジュアルエリア1から順番にありまして4番目という意味です。これ分かるかな。初期視覚やだと、最初の段階だと照明が変わると神経細胞の反応って変わっちゃうんですけど、さっきの V4 光子視覚やだと照明が変わっても、まあ、リンゴに反応するものであれば、たとえ赤い照明でも緑の照明でもちゃんと反応します。これまさに私たちの持ってる色の恒常性ですよね。こういうニューロンが反応することで私たちは照明によらずにものを見ることができるんです。じゃあこの色の恒常性って生まれつきなんでしょうかというのを調べた人もいます。ちょっとかわいそうなんですけど、お猿さんをですね、生まれてすぐ1年間ちょっと変わった部屋で育てた実験があります。その部屋はですね、一色の光しか当たりません。ある時間は青色、ある時間は赤色、ある時間は緑色、は順番に変わっていきます。全くこう自然な光ではありません。そういう環境で1年間育てると色の恒常性は得られませんでした。しかもその後1年間経った後に普通の部屋に移します。普通の環境でその後暮らしても色の恒常性は得られませんでした。つまり色の恒常性を得るためにはですね、生まれてすぐにこの世界、この普通の世界ですね、での経験が必要だということです。ただその1年後もですね、このお猿さんがその変わった部屋でずっと暮らしていくなら別に特に問題はなかったわけです。脳はその変わった部屋に適応してしまっただけなんですね。つまりこう私たちは生まれてすぐこの世界に生きてきたから、今この世界に適応した脳を持ってこういうふうに世界が見えているわけです。つまり私たちのこれまでの経験が今見えるこの世界を作っているんだということです。最後にですね、ちょっとだけ私の研究の話もしたいんですけど、これ何色ですかって聞くとですね、茶色とか黄色とか黒っぽいとか、なんか線が見えますよね。これある物体の一部をくり抜いた画像でして、全体像がこれになります。これは何色ですかって聞くと、まあ、金色ですと答えてもらえると思うんですが、さっきのはここをくり抜いた絵でした。
実はですね、まあ、色度図っていう色の地図みたいなものがあるんですけど、この色度図上に金色っていう色は存在しないんです。金色っていうのは白とか茶とか、黄色とかいろんな色を組み合わせることで初めて金色に見えます。で、今までこれまでされてきた神経学的な実験って、まあ、単色のさっきのピンクとか青とかそういう実験ばっかりだったんですけど、でも実際私たちの周りの世界って単純な色だけで表せないものばかりですよね。まあ、トマトだって私だったらまあ絵下手なんで赤一色で塗っちゃいそうですけど、実はこの辺にグラデーションがあってピンクとか白とかいろんな色が含まれてます。で、この光沢感をがあるためには、まあ、白とか茶とか黒が必要なわけです。あ、おまけにですね、光沢実は、まあ、ちょっと変わった実験した人もいまして、いちごを腐らせていてですね、その写真を撮って何が違うかっていうのを調べた人がいるんですけど、まあ、光沢感が違うと。だから私たちは新鮮さを光沢感も使って判断してますよと。生きていく上でも光沢って重要だよねという実験もありました。さあ、じゃあその光沢ってどうやって脳内で処理されてるんだろうかっていうのを調べたかったんですけど、さっき言ったようにそう神経学的な実験ってなかったんですね。なので、じゃあまずはそもそも光沢に反応する細胞っているんだろうかっていうのを探すところから始めました。工事資格屋で探してみました。これ今からちょっと次またニューロンの反応を見てもらうんですけどね、まあ、実際はもっと大量の画像を使ってます。で、大きく分けるとこういうシャープなハイライト、ツヤを持つものと、ぼやっとしてるんだけどツヤのあるもの、それからツヤのないもの、まあ、大きく分けて3種類あって、今から見せる神経細胞は一体どの光沢が好きでしょうかっていうのが分かるかな、まあ、結構分かりやすいのを持ってきたんですが、どうかな。ですね、この画像に対する今話しましたね、この画像に対する神経活動はこれです。で、次に出てくる画像ここに出てます。どうでしょうか。あ、答え言っちゃった。ツヤなしに反応したと思う人。お、ありがとうございます。ぼやっとしたツヤに反応したかな。こういうのが好きだったかなっていう人。シャープなこういうのによく反応してたなって思う人。そうですよね。答え見ちゃったしね。はい。これ実際の神経応答をグラフにしたものですけど。この刺激が出てしばらくするとすごい反応があって、これ刺激の出てる時間なんですけど、刺激が消えると反応が弱くなった。で、ぼやっとしててもまあ少し反応あるんだけど、ツヤがないと反応がないっていう、まあ、こういう光沢に反応する細胞を初めて見つけましたっていうので論文が出せました。で、この場合は今はこういう例を見せたんですけど、ツヤがないのによく反応するやつとか、ぼやっとしたのによく反応するやつとか、いろんなタイプがいました。で、まあじゃあこの光沢のニューロンが活動しなかったら光沢が感じられないんだろうかとか、むしろ無理やり活動させたらツヤのないものでも光沢に見えるんだろうかとか、あとこういうニューロンってどういう細胞から作られるんだろうか、光沢じゃなくて透明とかテクスチャーはじゃあどうやって処理してんのとか、質感の感じ方も経験で変わるのかなとか、まあ、いろんな疑問が出てくるわけです。まあ、この中で、まあ、ほぼほぼ分かってきたものもありますし、全然分かんないものもあります。で、今かなりマニアックなニッチな話を最後させてもらいましたけど、まあ、こんな狭い領域ですら、まあ、いっぱい疑問って出てくるわけです。脳全体で考えれば、まあ、見るだけじゃなくて聞く、喋る、学習する、感情、コミュニケーション、記憶とか、まあ、いっぱいトピックスはあって、まあ、本当にもう疑問だらけなんです。で、実際本当脳は分からないことだらけで、まあ、だからこそ小宇宙だと呼ばれるんだと思いますし、まあ、みんな研究してもしてもし尽くせないんだと思います。まあ、だからこそ面白いとも思うんですけど、で、まあ、今日のテイクホームメッセージはですね、覚えて帰ってもらいたいことは、私たちは脳が作った世界を見ているということです。
ここはだいぶどうでしょうね。で、私今日見ることについて話しましたけど、触ることでも聞くことでも味わうことでも全く一緒で、神経細胞が応答しなければ感じることはできません。なので、まあ、言い換えれば私たちは脳が作った世界を生きているとも言えると思います。この点納得してもらえたかな、してもらえたらいいなと思います。ではありがとうございました。以上です。